おはようございます。今日も天気がいいので、ちょっと近場の山道をツーリングしたいと思いますが、やはりこの前のヘルメット、新井のヘルメットツアークロスなんですけど、まあ、自分にとってはすごくいいしっかりしたあのヘルメットだと思いますが、自分にとってはちょっと重いみたいで首の調子が悪くなったんで、今日はやはりいつもずっと使ってた照英の、まあ、最軽量モデルですね、 Z7 に変えました。これですね、 Z7 に変えました。そして、GoPro の Hero 7にしました。今撮ってるカメラがこれ8なんですけども、このウランジのケースかなに入れてやってみます。まあ、今まであんまりこういうのつけてなかったんですけど、実はちょっとでも軽い方がいいと、これつけただけでも重くなるので、それをね考えてしました。でしばらくこの前つけるのをヒロ8でしょったんですけど、まあまだこの8のケースがないので、ケースが来るまではやっぱりセブンでしようかなということで、いろいろやってみますけど、そんなところで今日は本当に近場の山道を走りたいと思っています。今日は1月15日、12時53分です。気温12度。今徳島県の勝浦郡の勝浦町を走っています。今日も山道ツーリングを狙っています。ただね、今の気温9度ってなっとんな。バイクの気温計11度なんで、2度ぐらい低いんかもわからんね。ここ横瀬の橋ですね、横瀬橋です。ここが坂本ですね。こうみかん作りが、まあ勝浦っていうのはみかん作りが盛んなんですけど、この山側はすごくみかん作りが盛んで、美味しいみかんが取れますね。いい感じの町ですよね。ここが福川ですね。ここも本当に春の花はすごいところで、桜があったり、それだけでなしにいろんな花が咲き乱れてますね。春はここが正木というところですね。で今から行こうと思っている山道はここからですね、このトンネルがあるんですけど、この法事トンネルというトンネルがあって、これがまあ法事トンネルなんですが、これを越えたすぐを右に入ります。これが法事谷という、まあ、谷なんですけどね。このここにも書いてあるように右側法事っていうとこね、ここのちょっとこう奥行ってみようかなという、そういうことで、そういう計画なんですよね。
ここ左行ったら日浦ね、こっちまっすぐ行くと梅の木、まずは梅の木の方に行ってみるということですね。こんにちは。この前の鳥居と木すごいな、これ。これ綺麗な、素晴らしいな、これ。ちゃんとお参りしとこう。これだいぶ奥にまで行くみたいですね。途中で行き止まりかと思ったらそうでもないということで、気温が5度で周りに雪があります。ワイルド感満載。道は凍ってもないし、まあ、これ今1時50分とかそういう時間帯やけんなんだろうな、これ。これすごいなここ以上はちょっと下がまずい感じなんで、ここでも折り返すことにします。これではちょっとな、ほんまに ここまでやね。雪が降ってなかったらまあもうちょっと行きたいんですけど、まあここまでということで、でちょっと2時24分ですね。ものすごい寒い。いや、太一の電熱グローブつけてるので、こうやって電熱グローブをしてるときはいけるんですけど、ちょっと写真撮ろうとかね、そんなんで
グローブ脱いだらものすごい冷たい。これは北条はな、ワイルド感満載やな。これは5度やね。あ、今10万キロいった。おお、これはまた移さなければやけど、これはこう行くんだろうな。向こうだったか、これあっちかもわからんな。で本当に前ブレーキ閉めたら立ちこけのもう典型やな。これちょっと違いましたな。あっち側だったな。これは厳しかった。さっき違う方へ行く方だったな。あっちか。通り抜けできませんやって書いてあるぞ。これ参ったな。ここはもうちょっと上がりたくないな。そうするとこれはこっち行くと、これはこっちでいいんかな。これはしかし本当は向こう行きたかったんやな。わし、
これはあれのちょっと谷がちょっと人違うな。また。よいしょ。よいしょ。はあ。
ほんまにいろいろあって面白いな。しかしまあこういうことがあるのを、まあ、見越していろいろしてるんで、あんまりびっくりはせなんだけど、ただまああれやな、メディアに接続しました。ほんまにいろんなことがありますな。向こう行く、こっち違うな。立ち入り禁止っていうか通行止めになったけど、こっちやな。どっかでこれ回らんとまずいな。それでは、動画を見ていただきましてありがとうございました。もうなんかいろんなことがあるもんですね。まあ自分としても充実した、ちょっと立ちこけしたらつらい、もう立ちこけって大体つらいけどね。ほんでもまあアドベンチャーだったらしゃあないかなっていう感じやな。すんごいこの景色を見に来たっていうかな。それはもう完全にできたんで、本当にいろいろありがとうございました。見ていただいて、またこんな動画作っていきます。もうなんせ楽しいですね、こういうふうに、いろんなところを走っていく。はい、それではどうもお世話になりました。おー、こういうところの道なんか、こう富士川へ出る道やな、これ初めて通るな、こんな通ったことあるんだろうか。